はい、どうもこんにちは、ピアソニーです。今回はガラケーを使って遊んでいこうかなと思います。まあランク戦にね、もう2番が来てからもう本当に使えないキャラクターになってしまったんですけど、まあ今回久々に使いたいということでマルチ戦遊んでいこうかなと思います。心理オッケーオッケーオッケー。でね、今ね2番実装されてからもうランク戦でのねガラケー使用率がマジでやばいことになってるんで、まあちょっとそれについて今回お話ししながら遊んでいこうかなと思います。ここね、ここを即死ポジよ。ガラケーもう、とんでもないキャラクター性能してるかな、一発。オッケー、通常も入って、おーっと、跳ね返り石像当たったか。普通のキャラクターならもうダウンはしてるんですけど、ここ当たんねえかな。惜しい、惜しい。あー、ワープね。これいいワープだわ。もう一個ある。ワンチャン狙ってもいいんだけど、無理だね。諦めよう。これ、タゲチェンジな、ここ割って、多分ね、ワープ貼って、宙を回したいと思うから。いると思った。で、今回は、瞬間移動を採用してきて、もうどんどん最初からターゲットにしていって、早めにね、存在感マックスにしてしまおうっていう作戦だったんだけど、まあ思わぬところでターゲットにできたから、まあ、とりあえず瞬間温存していきますか。あー、これ縦でいくか。縦で、うまいことやっていきたい。オッケー、当たってる。ワープ2個使ったからもうないんじゃないかな。もうさすがに溜まってる。あ、もう溜まってるな。あ、5タップしちゃった。まあ残り 0.5 だから、まあ心理ももうアイテムなくなってるから、相当、いいペースじゃない？これダウンさえ取れれば。あー、惜しい。跳ね返り石像が当たって欲しかった。オッケー。回復早いな。あ、今一瞬、墓場のあれだな。暗号機止まってたな。っていうことは、墓場で誰かと立て直しが完了した感じかな。よーし、もう存在感あと 0.5 だな。めちゃくちゃでかい。で、1台上がった。まあ、タゲチェンした分、解読は結構早めだけど、あそこについてる。まあ、心理はこれ見とくだけで、石像ガン温存でいいかな。3個ダメで、救助割りに使いたいな。そんな回す？これ狙うか。多分、この人当たるぞ。おい、あ、オッケー。はい、存在感マックス。これ救助からいけるぞ、オフェンスだとしても。さあ、まあおそらく回復した人が来るとは思うんですけど、なんか心理もう一発食らってね、跳ね返り食らったか。見捨て？さすがに。どこから？そこ？嘘。あれか、電車乗ってきたんか、このオフェンス。まさか。か、まあ俺が見てない隙にうまいこと反対側走ってたから。めちゃくちゃうまい救助率だな。しかも跳ね返ってきた石像にタックル当てるっていう、とんでもないうまいタックルだった。まあさすがに粘着来るよな、無傷なら。まあオフェンスにダメージ当てていってにしようかな。ちょっと投げる場所見せた。上がっちゃったな、今の当てたかったな。まあいいや、とりあえず石像もなかったし、オフェンスに牽制して、まあ1ダメージ以上は入れたいかな。負傷は攻めてさせたいところ。大きい一発当たれ。オッケー。なんかこっちが一瞬来てなかった。俺の方にタックルしてきたよね今ね。まあ反対側に逃げていったとしても大丈夫。これやれるな。ここで体隠していけ。まあこれよな、ガラティアが最強と言われる理由は、もう粘着もつらい、存在感溜まったらチェイスもできん、救助もきつい、で暗号機妨害もできる、で粘着対策もできる、もう何でもできます。もうこいつにできないことはもうほぼない。うん、救助来てる。この人ももうちょいダメージ与えておきたいな。で、まあ、ランク戦の使用率ね、どんな感じでやばいかっていう話なんだけど、もう今とんでもないことになってて、わー、赤玉やだな。大体さ、もう、今動画撮ってる時点でだから、出してる頃にはもうちょっと上がってるかなと思うんだけど、他のハンター、普通のハンターが大体1万1000ぐらいとか、まあ、多い人で1万2000とか、そんな感じなんだけど、どのハンターも。で、逆にガラティアが、もうこんなに強いのにも関わらず、今、1位の人が9000ポイントいってないぐらいだよね。やばくない？で、まあ、他の、1位の人がそんぐらいで、そっからちょっと離れて、3位、4位、5位とかの人が、8000ポイントぐらいかなと思いきや、もう8000もいってなくて、7000ちょいとかないよ。やばくない？とんでもないから、7000って。もうね、ランクリセットの時から、大して変わってないぐらい。一番ね、上の方、まあその1位とかで、前のシーズンどのぐらいかわかんないけど、だいたい1万2000、3000とか言ってた人はリセットされると、だいたいね、7000ぐらいに返ってくるわけですよ。で、それが今、変わらず2位、3位ぐらいが7000っていうことは、もう実際、ランクリセットされたから、3、4試合ぐらいしか使えてないぐらいの計算になるのかな。うん。まあ、どのぐらいリセットされたかには分かんないけど。まあ、っていうぐらい使われてない。やばくない？今シーズン始まって3、4回しか使えてないんだよ、みんな。これやばいよね。まあ、魔女の時もこうだったから、まあ、結果しょうがない。まあ、どのハンターもね、まあ、環境ハンターはこうなってしまう運命ではあるんですけど、まあ、それにしても今、ガラケーは、特にかわいそうっていうね、話ですよ。まあまあ、強いもんな。でも、かわいいしな。楽しいが使いたい気持ちはあるんですけど、まあいいわ。もう見た！これで、負傷しちゃうんだよ、サバイバーたちは。ポイポイってやっとけば、負傷して、あら不思議。誰も救助に来れない。そんなね、とんでもないハンターでございます。まあこれ、あと守ってるだけでいいしな。瞬間使う間もなかったな。特質使ってなくてこれだから。普通にこれでもうダウン取っちゃって。
まあ、向こう側ピック投げして警戒だけして反対側行ったかな。なんか足跡ないな。まあワープ使ってなんかいるないなんかいるこれ諦めかな。はい、オッケー。さあ遊んでいこうかなと思います。またしても永眠町。俺さ、すごい聞きたいのがあるんだけど、ガラティアが一番好きですって人はどうしてんだろうね。あんまりそもそもあれかな、ランク戦いかないのかな。もうガラティアが大好きでこのゲームやってますみたいな人は逆にもう使えないからマルセンバック。あれ引かれてるね、これね。引かれてますね。まあお互いガバが出てこれ。あれなんかはい、ガラティア最強、ガラティア最強だし、エイミーも最強。結局ね、車輪がついてるものがこのゲーム強いんですよ。ハリンしかり、ガラティアしかり、電車しかりね。これサバイバー終わったな。しかもこれまた瞬間使う出番なくね。めちゃくちゃ存在感が溜まったわ。これこっち側とりあえず釣って、まあ今回あれだから、祭司がいないんで、祭司がいない場合はここの椅子釣っても OK。 この椅子ね、祭司いる場合ね、すぐね、あのめっちゃ遠いとこから安全救助来れちゃうから、あんま釣りたくないけど、うん、これもう出すふりして、まあ1個溜まってるから1個ぐらい使ってもいいけど、横石像。終わっちゃったね。ここの裏側にね、オフェンスじゃなくてなんだっけ、傭兵が、うまっ。全然見えんかった。まあいいわ、とりあえずワンダメ与えて、これタゲチェーンでもいいな。全然こっからカーボーイこの距離チェーンされちゃうとちょっと厳しいから、この患者にアイテムだけ使わせて、これさ、患者のこれブロックしたいな。いや、オッケー、これ無理なんだよな。ガラテアにね、患者ね、距離縮められちゃうと、その使ってるのを見てからでもモーションその石像でさ止めることができちゃうから、うまい、できちゃうから、相当患者ガラテアきついはず。まあ距離チェーンができてる段階はね、めっちゃ患者強いんだけど、ガラテアにも。ただ近寄ってしまうと相当厳しい。さあ早めに早めにどんどん使わせて、使うなら使うで全然 OK で、向こうが上がった、ターゲチェーンするか。向こうが回し始めたね。これ絶対カーボイでしょ。さあ、いない、あー、いた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 。さあそこ入っちゃったらこれ、あー、ちょここね、ここ出しといて、もう一個は当てたかったけど、うーん、こっちが出して、うまい、あー、危ねえ。ギリ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 、それも妨害に来た。この石像でちょっと押すことによって、このモーションキャンセル入るのも、もう意味わからんけどね。マジで新ハンターのさ、フィリップさ、あれ泥当ててモーションキャンセルとか全然なんないくせに、こいつだけは石像がポインって当たっただけですぐモーションキャンセルされてしまうっていうね、それさえもおかしい。そこ回してるけど、極限しかこれ救助来れないよな。まあそうだよな、救助来るけど買いたいなこれ。さあはい、救助狩りと。簡単すぎです、このキャラクター。中間で見つかっちゃったらもう救助来れないね。さあ向こう側回してるから圧だけかけといて、あんまいないか、あいないか、あ見間違いでした。ってことは多分回復していったかな。全然サバイバー見当たんないわ。うん、まあ、回復してる。あー、治療、なるほどね。ということは大体、あーそこいいね、一人いたわ、一人いて、もう一人が反対側から救助くる感じかな。あ、いい感じに、そこさっさと膝で使わせたい。さあ使ってくるか。おお、いい街、いい街。あど何その膝で来るんかと思って、逆にあのね、円筒解いちゃったよ。象形箱だっけ、あれ解いちゃったわ。さあ半分これ救助間に合うかな。膝で2個使ったかな今、残り1個あるから、まあ半分は間に合うかもしんないけど、半分救助したところで残り4台、まあどう頑張ってもきついか。サバイバーこれもうまいこと使わせたいけど、ここちょっと当たんないな。まあ温存気味でやれるチャンスがあれば。ちょっと待ってよ、来てる。どうしようかな、普通にやってもいいけど、あーちょっと上出しちゃった。この椅子あるある、上に石像出ちゃうやつ。さあ1個当てて、ゆっくりゆっくり出していこうか。あー、キスされちゃった。 OK、 余兵で、そこ極限が、そこの通路強いからな。まあタゲチェンでいいか。肘当て使ったかな最後、多分距離感的に使ってるね。うん、肘当てないわ。さあ惜しい、普通にガは出ちゃいました。はい、 OK、 ダウン取って、やばい電車来てる、引かれたくない、やだやだやだ。危ねえ、なんとかなった。で向こう側回してね、この患者を妨害していきたい。はい、これね、妨害できちゃうんだよな、わかる。患者対策は患者が構えてる方向に何かしらスキルを使って出すとすぐに妨害することができてしまう。でもう一人カーボーイがどこだ、上かな、上かその辺いるか。まあ傭兵起こしに来たか。回してるね、全然回してます。ここ上見るか、こう上でもね見れちゃうからね。暗号機止まってるな。揺れはしないな、揺れたら出してもいいけど、こんなにいるんじゃないか普通に。あ、いるわ。当たった、 OK。 しかもカーボイじゃなかった、極限か。うん、まあ 0.5 ダメだけ与えときはもう満足でしょ。あ、めちゃくちゃ回復回してるな。
ここなぁ、止めに行ってもいいけど、その間に救助全然行かれちゃうからなぁ。そうだね、このタイミング降りてくるしかないもんな。はい、ということで今回は、最も使われていないハンターを使って、遊んでみたということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。